中学時代、よく俺は男子5人グループで行動していたんだけど、その中にひとしというノリのいいやつがいた。おい、ひとし、シャツ脱いで教室入れよ。お、いいぜ。女子たちを釘付けにしてやんよ。ノリがいいゆえ、いろんな場面で笑いを取るためにいじられていた。ただ、ひどかったのがよくカードゲームをやった時の罰ゲーム。最初は腹筋30回とかの内容だったが、次第にエスカレートし、裸踊りだったり、ドッグフードを食べるなんて時もあり、悪ふざけが過ぎた内容だった。マジでやんのかよ。ひどし面白え。それだけならまだしも、何が悪かったってその罰ゲームをひとしに押し付けていたこと。カードゲームの時には必ずひとしが負けるように連携を取っていた。リーダー格だったコウジがいつも率先して、目配せなどタイミングのサインまで考えていた。いかにひとしがノリのいいやつとで、普通の中学男子。時折、俺ばっか罰ゲーム当たってね。なんていうことも当然あったが、みんなして、お前のいない時には俺もやったことあるぞ。と口裏を合わせていた。中学時代の3年間はずっとこんな調子。当時は面白がってやってたが、高校でみんなバラバラに進学して少し経った頃、ふと思った。もしかして、ひとしに恨まれてるんじゃ。その時、ひとしとはしばらく連絡を取っておらず、少し気になっていた。リーダー格であり、罰ゲームの主犯格であったコウジは、なおのことそう感じたらしい。たまに駅でひとし見かけるけど、声かけにくいんだよな。中学の頃はあんなノリ良かったのに、今は全然連絡来ないよな。やっぱり嫌だったのかもな。と仲間と集まった時話していた。大学へ進学してからは地元を離れる連中も多く、そんなこともだんだんと忘れていった。しかし、社会人になった時、中学時代の同窓会の誘いが。出席メンバーの中にすでにひとしがいると知り、再び罰ゲームの件を思い出した。迷ったが、俺が出席すると幹事に告げた。その数日後、コウジからゾッとする情報が。幹事から聞いたんだが、ひとしが俺らが来るのかどうか超知りたがってたらしい。罰ゲームの件で復讐とか考えてるんじゃ、謝る覚悟をしといた方がいいな。仲間同士でひとしにビビっていた中、あっという間に同窓会の日に。俺もだが、コウジや当時の他メンバーたちはみんなびくつきながら会場へ。しかし、肝心のひとしはいなかった。あいつ今日欠席なんじゃ。俺は少しほっとしていた。しかし10分後、会場にひとしが現れた。いち早く気づいたコウジがビビりながら、久しぶり、元気してたか?とそれとなく声をかけたのだが、コウジか、久しぶりに会えて嬉しいよ。後でじっくり話したいことあるから。と少しそっけなくも見える感じで幹事の方へ行ってしまった。後でじっくり話しの部分でもう俺らがくぶる。もうこれは土下座して謝るしかないな。お前たちも覚悟しとけよ。そうだな。やっぱあいつからしたら苦しかったよな。俺たちはひとしの元へ行き。ひとしごめん、悪かった。中学の時の罰ゲームはお前だけに当たるように仕込んでいたんだ。と切り出し、コウジは事の次第をすべてひとしに説明した。ひとしは無表情で、俺ってもしかして嫌われてたのか?と言い、俺らはおろおろしつつ、思い切って全員で土下座をして謝ることに。違うんだ、俺たち悪ふざけでやってて、お前のことは友達だと思ってるのは事実だ。いくらでも謝る、どうか許してくれ。そう言ったら、ひとしはニコニコした表情で、ならよかった、嫌われてたわけではないんだよな。許すも何も、俺全然怒ってないし、むしろあの時はすごい楽しかったよ。またこれから仲良くしてよ、と言ってくれた。ひとし曰く、当時は子供だったので若気の至りの範囲内だと思ってたらしい。さっき言ってたじっくり話というのは、ひとしの結婚式への招待の話だった。それからも昔のようにこのメンツで集まって遊んだり飲みに行ったりしてる。ひとしが天然でよかったとほっとしたが、俺らがずっと悩まされていたこと自体が天然ひとしからの無意識な復讐だったのかもしれないと反省もしている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。